のっかのチーム。まあ俺チームに入ってやりたいことないからなで、いきますよって言,言われたらまあちょっと考える。加藤純一さんが妄想するムラッシュゲーミング設立前にボルトルームによって T シャツか。お、これ5着しかないらしいぞ、この T シャツ。メルカリに出そうかな。350万で。作らされてる。歯車。<laughs> j c の歯車になる <laughs>。まあ、タバコ栽培とかしたいな免許いんのかな将来。 タバコ農園とかやってやりたいな。趣味で販売じゃなくて趣味でたしなむ程度だったらいけんのかないや違う違う違う、ちょ待って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 。なんかさ、勘違いしてる人いない今だと思ってる人いないタバコの話だからね。朝の話してねえからな、俺。俺タバコの話だからね。なんかどうにかできねえかなタバコ農園ってでも日本にもあるよね。タバコ農園。 4000のタバコは国産と海外産の旗箱を使用しています。国産旗箱は2007年産の会社37,803トン。熊本県4,191トン。え、熊本、熊本住みてえな えー、栽培は許可制ではありませんが、希望者はまず地元のタバコ工作組合や JT にご相談いただくことになり、希望者がタバコの栽培にあたって専門技術をお持ちかどうか、将来にわたって継続して工作が可能かどうかを確認させていただき、アドバイスを差し上げることになります。お、かなり協力的。全国タバコ工作組合中央会のサイトによると、タバコを栽培したい人は JT と売買契約を行う必要があって、その契約はタバコ工作組合が農家の一任を受けて一括して行ってくれる。 そして栽培することが決まったら農家の契約面積に応じて JT から無償で種子が配布される。やべ、将来の夢決まったか、これ。農協と一緒やん。ファッキン無料で種子がもらえるらしいぞ <laughs>。でもそうか。葉っぱを納品しなきゃいけないわけだからだから加工は自分じゃできないんだ、多分これ。葉っぱ作って JT にあれするんだ。だから農家、農家になるわけだね。作らされてる。歯車。<laughs> JT の歯車になる <laughs>。 <laughs> いや、いいじゃん、でもこれ <laughs>。奴隷。JT の奴隷。でもね、それって納品して真面目にやってたらね、農家やってたら、JT から送られてくんじゃないお中月。あなたの、あの、農場でね、作った、これ葉っぱです。つって。葉っぱで作ったタバコです。つって。いいじゃない。いや、これはこれでいいな。なんか、やっぱそこら、これでやっぱ暮らしてくって考えたら大変だけど、まあ、ひとしきりこうなんか色々落ち着いた後に、趣味として、木奴隷、JT のね、 歯車になって、こう、趣味で葉っぱを納品していくと。もう死ぬまでの、そう、大目。いいじゃん。将来決まったか、俺、これ。やっぱ、タバコ農家か、将来の夢。決まったか。ワカサギ釣りも俺、将来の夢だったんだけど、やっぱ、ワカサギ釣りとタバコ農園か。決まったな。夢広がるね。ワカサギ釣りはね、かなり夢なんだよな、俺。かなり強めの夢なんだよな。しかも、氷の上でね、氷の上で氷くり抜いて、 あの、ちっちゃい穴に、糸つるーって垂らして、で、その場で、ちっちゃいコンロみたいな、コンロで、油、ぐわー、あった、温めて、カラッって、ね、その素揚げにして、ね、パカッて飲んで、で、その辺に転がしといた、氷の上でキンキンに冷えた缶ビールを、キャーうわー、うめえ想像だけでもうめでね、食い終わったら、タバコ、ぷわ自分ちのね、農園で作ったタバコ、ぷわ最後や。悪魔的すぎる。ほんだよ、終わったわー、言うて、自分ちの馬で。 パッカカったか,取ったか馬乗って帰って。悠々自適すぎる。それまで健康医師に努めないと。いや、逆なんだよな、ね、やっぱ。死にかけて、もうちょっと俺の夢だったから、もうちょっと、今やんねえとって思いながら、やっぱ焦ってやるんだよね。無理やり、無理やりいい雰囲気をやっぱ出すんだよ最後の思い出として。<laughs> 急いでやるんだよ。本当はそんな余裕ないのに、本当はそんな余裕ないのに、ちょっと余裕みを、余裕みを出すために、わざとやるんだよ、それを。ヒ、ま、ゲ、あ、ボウボウにして。つかそう、俺さ、 なんか、シャルさんの配信とかに行ったらさ、なんか俺最近言われるんだけどさ、リーダーってあれ何あれ何ネタ <laughs> 俺はいつの間にゲームヘマのリーダーになったのあれは。あれ何のネタなのな、俺いつ、いつ俺入ったことになってるのあれ <laughs> あ。スターさんがモデルになっちゃったからってこと <laughs> ジャスさんが無限に擦ってるじゃ <laughs> <laughs> ジャスさんのせいか。ちょっと、商標登録してるから、10万取るか。毎月。<laughs> どっかのチーム。まあ俺チームに入ってやりたいことないからなチームに入ると多分やりたい、やれること減るのはあっても増えることはない気するんだよな、俺。知らんけど。やりたいことはね、ある人はいいと思うけど。まあ、タババ栽培でいきますよ。 って言われたらまあ、ちょっと考えるか。まあでも、それもやっぱりちょっと自分でやりたいしな、どっちかっていうと。チームの力を借りて、は、なんか、タバコのね、歯タバコを栽培するっていうのはなんか、やっぱりちょっと違う。自分で、やっぱやりたいよね。おい、ムラッシュゲーミングなんかニュースになってんじゃねえかよ。架空、架空の、架空だからこそ作れたのに、なんか記事になってんだけど。加藤淳一さんが妄想するムラッシュゲーミング設立前にボルトルームによって T シャツか、つって記事立ってる。 世界に5着しかないこの T シャツは。おこれ5着しかないらしいぞ、この T シャツ。世界に。加藤純一さんの他に、シャカさん、スパイギアさん、ダソクさん。あれ ?1 着足んなくね <laughs> もう1着どここれもうい、もう1個別パターンのムラッシュゲーミングのやつだったからメルカリに出そうかな。350万で。ガチでいそう。ムラッシュゲーミング T シャツだったら350万で出したらガチで売れそう。速攻売れそう。多分10秒ぐらいで売れるだろうな。300、500でもいけるかもな。ビジネスチャん。ンス。 今度ボドゲ大会第2回の時にうんこちゃんにしかもサイン書いてもらう。黙って。オークションに出すって言わんで。うんこちゃんちょっとサインもらっていいっすかっつってサインもらって。ヤフオ君出そう。オークション形式にしよう。儲けようぜ。最初100円からスタートして、1万、10万みたいな来た後にいきなり1500万とか入りそう。ドン庶民を黙らせる金持ちパンチ来そうだよな。い <laughs> そうだけどなそういう石油王みたいな人。 ジャスさんの変顔に100万投げた人もいるぐらい。へー。投資家ゲーマーをちょいちょいいるからな変顔しろってピッツ投げてた。いや、投資うまいけどな。ジャスさんだったら多分するしな。俺はしないね。いくらでもしないね、俺は。一回目は、で、止まるんだったらまあいいけど、やっぱ、その度にやっぱ何かをしなきゃいけなくなるっていうのはね、やっぱちょっと。 お金をそう払わ、払うと、やっぱなん、全てをしなきゃいけなくなるから。まあしかも、別に俺シャツ破ったのもあれ、シャツ破ってって言われてやったわけじゃないからね、俺あれね。やっぱ自発的っていうところは味噌なんだよね。自分から破ったんだよ。破らされたんじゃないんだよね。俺は破ったんだよね。俺が破った。あの T シャツ雑巾になって。まあ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 、まあ。10億もらえるなら坊主あー、10億かー。まあでも坊主でいいんだったら、10億だったらまあやるかもな。 やっぱそこはやっぱちょっと、額がさすがに。いや、俺でもちょっと悩むね。それで坊主は。だっていらないもん。なんか物欲しい人だったらわかるよ。その、時計欲しいとかさ、車欲しいとかさ、家買いたいとかあるんだったらまだわかるけど、いらないもん。物欲がないからだって。働かなくていいのがあるっていうけど、だっても俺働いてねえし。もうすでに。すでにもうそこクリアしてんだよ、俺。もうクリアしてんだわ。家族幸せにすんのに10億もいらねえって。むしろ、そんなに金あったら、 不幸になる可能性の方がマジで高い。絶対そう。やっぱ何事にも適,適度なんだよね。用法、用量を守んなきゃいけないんだよ、何事にも。体にいいものだって、体にいいものばっかりいい、それしか取んなかったらやっぱ体に悪いんだよね。ほら、つい最近さ、アメリカかなんかでもさ、いくらだっけなんか1700億ぐらい当たった人いたよね。あんな人とかも絶対不幸になるでしょ。なんだっけ アメリカで一番有名な、なんかメガなんとかみたいなさ、くっそ有名な定期的にニュースになる、どでかい宝くじが、一等が29回ぐらい連続で出てなくて、繰り越し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 になりまくったやつが当選して、なんか1790億円ぐらい当たった人が、なんかこの2、3日でいなかったっけだってさ、極端な話さ、1700億円持ってたらさ、殺されてもおかしくないからな、急に。ね、正直ね、なんかやっぱ1000万円 とか、五千万とかの、なんやっぱそんぐらい、一千万円ぐらいが多分一番幸せじゃねえかな。宝くじ当たるのって。その、何をするのにもちょっと足んないけど、金額としてはかなりあるみたいな。なんかすげえいい車買うっつったら足んねえ。家建てるっつっても足んねえ。うん、けど、まあまあ、ぼちぼちの車を買うとかさ、生活が変わらず、変わらない程度のいい金額だと思う。あぶくニぐらいで言うとね。 1>, 1億とかね、3億とか当たり始めるとね、やっぱね、ちょっとおかしくなってくると思うな、俺どっかで。だってさ、1億当たったらさ、仕事辞めれないじゃん、1億じゃ。だけどさ、1億あんのにさ、毎月働いてさ、ちょっと多めでも、もうかなり多めで考えてもさ、毎月40万手取りで入ってくるとするじゃん。バカらしくね働けなくない。で、辞めて、ちょっといい生活にしてみようっつって、ちょっといい生活してたら、40手前とかで1億なくなったりするんだよ。絶対不幸になるって。 うそう、なんかね、それをなんか増やすとか、ちゃんと増やす方法と手立てを知ってる人が当たったらいいと思うけど、でも多分ね、そういう人たちって宝くじ買ってないと思う、俺。で、1億当たったから、投資始めますとかいう人たちは、多分不幸になると思うよ、それも。やっぱね、やっぱそう考えるとほら、1000万ぐらい、ちょっと使うの難しいぐらいの額が、一番いい。ちょっとやっぱラッキーぐらいが。 俺、高し買わないなで、ばあちゃんが毎年買ってるな年末に。本当に2万円分とかだけど。いつか当たんないかなぐらいの感じで、こう、毎年1、2万円分買ってる。まあなんかそれはそれで楽しみになってるっぽいから、まあそれはそ、そ、んだったらいいかな。ぐらいの感じ。そうそう、毎年の趣味みたいな感じだね。そうそう、年に2万だったら、まあ、月に2万って言われたらちょっと、おうおうおおってなるかもしれないけど、年に2万だったらね、まあいい趣味じゃないタバコより安い。タバコの、タバコの20分の1ぐらい、俺の。多分。 タバコ年間いくらだろうな、まあ、俺1日3箱ぐらい吸ってるからな。ちょっと計算してくれ。マザーさんと一緒うん。あま、だから多分それが限界なんだよ。に、あの多分人間の。あのね、多分それ以上の本数吸おうとすると、多分ね、具合悪い。あのタバコ吸ってる人たちって、あのタバコ吸えば吸うほど気持ちよくなるわけじゃないんだよね。やっぱね、吸いすぎるとやっぱ具合悪くなるんだよね。正しく。多分そこのちょうど臨界点というか限界値が1日3箱上限ぐらいで、まあ、起きてる時間によっては4箱を 5箱とか、まあその、その日にやってることとかにもよるね。そこは多分、ちょうど限界値だと。それ以上まで行くと多分、もう、ね、終わりみたいな。でもね、その1日4箱とか5箱とかもう吸い始めるときって、もうね、訳わ,わかんなくなってるから、なんか2口ぐらい吸って捨てるみたいなのとかも多分混ざってくるんだよ。 もうなんか状況次第でよ。その、わざと二口吸って捨てたりはしないんだけど、なんかその、人にちょっと呼ばれてとかさ、なんかその、なんか今すぐちょっと行かなきゃいけなくてみたいなのがあるんだけど、とりあえずちょっとつけるみたいなさ。まあでもほら、俺はタバコに年間60万使ってるかもしんないけど、それ以外でマジほぼ何も使ってないから、わす。多分何かお金のかかる趣味がある人よりは金かかってない。<laughs> そう、趣味だと思ったら安いんですよね。そうだよ、俺タバコこんだけ、俺タバコだけで多分銅像立ててもらえるわ。銅像立ててくんねえかな、俺の。俺とマザーさんの。 マザーさんと俺合わせたらね、やっぱちっちゃい村の信号機ぐらいだったら多分賄えてるだろうから。<laughs> JT から毎年お世話を届けてほしいわ。現代アートみたいにさ、今あるじゃん。なんかその、なんか変なビーズみたいなやつでさ、なんか作るやつとかあるじゃん。そんな感じでそのタバコであの、絵作ってもらうよ。現代アートで。だんだんやっぱ基盤でいくんだよね。時間経過とと,ともに。で、基盤でいくとやっぱ価値が上がっていくんだよそう。レザー製品みたいで味がある。実際味もあるし。<music>